この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケンの大冒険です。それではね、今回から初めてっていうかね、キューブ世代からずっとやってたゲームなんだけど、新しくスイッチで出たということで、集まれ動物の森、今回からね、生放送ではないけれども実況ね、プレイしていきたいかなと思いますので、最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。こんにちは。無人島移住無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。ございますそして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めております。はいはいはい。たぬき開発の豆吉と粒吉で豆と粒の豆粒なんだね。なるほどね、可愛らしい名前だね。僕たち2人も、お客様と共に島に渡り、暮らしのサポートをさせていただきますので末永くお願いいたしますね。だって可愛いね。それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。最初にお申し込みの確認をいたしますので、お客様のお名前と誕生日を教えていただけますか。マスカー、いいだろう。じゃあ名前はじゃあいつもながらの K で、いちっちゃいけいになりそうだね。OK。で、私の誕生日は9月の、てってかてってかてってん、9月19日、クイックって覚えてね。OK。計算と、二度言ったね。はい、確認できました。ありがとうございます。では続きまして、今度はケイさんのお写真。身だしなみを整えていただく時間は十分にありますのでご安心ください。せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じで、好きなだけ整えてくださいね。ね男かオスかメスか、男か女か、男女男です。はい、肌の色、ノーマルでいいかな。実際のところのね、肌は多分ここら辺の色だと思うんだけどね。俺ね、じゃあここら辺でいこうか。で、ほい。髪の毛。これ完全にあれだね。裏眼筋だね。わかる人から言えば、バンガロールだね。バンガロールと裏眼筋だね、これね。なるほど。ここら辺の髪型しかないな。もうこれただのオタッキーじゃん。オタッキーだな。いやー、これデフォルトが一番、もうバンガロールに行くか、バンガロール。金髪のバンガロール。やだなー。でも髪の毛がある感じの方がいいよね。多分、そのうちまた増えてくんじゃないかな、髪型。多分。目ん玉。これ横に行ける。髪型を横に行けない。なるほど。目どうしようかな。上が女性で、下が男性って感じなんだろうね。懐かしい。俺昔これだった。昔俺これだった。マジでこれだった。なついな。これかわいいじゃん。俺はこれでいくわ。お花。四角の方がかわいい気がする。みんなこの口でしょ？みんなこれやろ。いや、みんな絶対それだって。デフォが一番いいか。ほくろ？ほっぺ。肌がちょっと濃くなっちゃってるから全然わかんねえわ。じゃあこれでいこうか。チーク、はい、完成。私が完成いたしました。てってれー。 OK 拍手してるんだろうけど、
あれだぜ、タッチできてない、おててのシワとシワを合わせられてない、幸せになれてない、これあの顎叩いてる、顎拍手になってるから、うん、おー、とてもいい感じだと思います。ありがとうございます。ではこのお写真で登録させていただきますね、お願いいたします。次はこれから移住する島を相談しながら決めていきましょう、ましょう。まずはじめに、当社の無人島移住パッケージの特徴は、四季の流れる四季の流れる、環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。そのため季節の流れ方が異なる、北半球と南半球の2つのエリアに島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくため、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。ちなみに今 K さんが、お住まいの場所はどちらですか？東京。あ、そういう感じ、あ、どうしようかな。じゃあ海外で、へ、海外にお住まいなんですね。大体で構いませんね。どこら辺、アジア、ヨーロッパ、他の場所、全部違うようにしてみっか。えい、あれれ、じゃあやっぱりこっち方面ですか。まあじゃあ日本でいいや。日本語がお上手なのでそっち方面の方とは思った日本語しか話してないかな。とにかくそういうことでしたら、ケイさんにはアジアと同じ、北半球の島への移住をおすすめしますが、いかがでしょうか。南半球がいい。おっと、かしこまりました。でしたら南半球にある無人島の中から、実際に移住する島を選びましょう。いくつかの地図を、島の地図を用意しておりますので移住したい島を選んでください。なお、どの島をお選びになっても無人島は無人島ですので何もありません。なるほど。住みやすさなどに、大した違いもないので、島の形の好みやフィーリングで選んでいただいて問題ないです。それでは地図を、お見せしますので、こちらの中からお好きな島をお選びくださいませ。よく変わらん、ん、あ、いや、でも、ん、うーん、どうすっかな。ここかな？ OK。はいはーい、はーい。ケイさんや僕たちの新生活の舞台もこれで決まりましたね。OK。なんか前振り長いな。それでは最後に、もう一つだけ質問です。ケイさんがもし無人島に一つだけのものを持っていくとしたら、この中の、寝袋、明かり、食料、暇つぶし、まあゲームなんで暇つぶしかな。実際だったら寝袋が必要かな。食料も必要だね。なるほど。あ、すみません、今な、無人島といえば定番かなと思って興味本位で聞いてみただけです。おいこれちょっと真剣になっちゃったよ。アテンションプレーズ、アテンションプレーズ。あ、待って、読めなかった。はい。速やかにゲートまでお越しくださいませ。じゃないとしばき倒しますよと。なるほど。それは困った。ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。では、ケイさん、一緒に出発しましょう。はーい。かわいいな。こいつらかわいいな。タヌキチも、あれか。お。イメージ映像。うわー、綺麗になったなー。ちっさ無人島、セミでかっ。いや、まあ、うわ、
ー超楽しみ。雪玉転がしてたな俺も昔。あ、バンガロールがいる。なんかリア充じゃん。もう裏眼金。もう裏眼金かバンガロールにしか思えないんだよな。オンライン楽しそうだね。スキップポチッとな。ふんふんふん。いやー昔からやってて、なんだっけ、昔はなんか他の人の島には行けたけど一緒に遊ぶってことはできなかったんだよね、64世代はね。お始まりましたね。ん、これはどうすればいいんだ。降りたいところで丸ボタンとか A ボタン押せばパラシュートで降り立って、で速攻銃を拾って戦うっていう感じ。皆さん長旅お疲れ様でしたと、ありがとうございます。着いたばかりのところ申し訳ないのですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。近くにうちの、社長が待機している広場がございますので、まずそこまで移動をお願いします。それじゃ案内しますので、ほうほうほう、L、L。あのね、俺コントローラーね、ちょっと変わってるからね、今。おおお。こいつらが俺と一緒に暮らす奴らか。コージー。ちょい、お前もちょっと待って、ちょっと待って、仕方よくない、お前、目つながっとるやんけ。でも、おい、チャラいな。服装チャレーな。ちょい。ちょい。名前いいな。おう。こいつ気に入った。この猫気に入ったわ。男かメスかわかんねえけど。行く手を阻んでやろうか。え？行く手は、お前どこ見て歩いとんじゃいつって。おい。なんだったら押し返してやろうか。え？おい、押し返してやろうか。ちょ、もうちょい話そうよ。もうちょい話そうよ。ね。せっかく出会えたんだから。もうちょい話そうぜって。ね。ね、あそこ、あっちの方行ってさ、二人っきりでさ、ね、話し合おうじゃないか。ね。ネットでじっくり、ちょ、あ、なんか木がある。拾いない。あ、そんなことしてる。まあ、行きましょうかね。あえて後ろから、こんにちは。前に戻されちゃうね。皆さんちゃんと揃ってますか？念のため、転校しますね。はい。チョイさん。はーい。コージーさん。はーい。ケイさん。はーい。大丈夫ですね。うん。この3人しかいねえのにさ。転校必要ないと思うけどさ。ちょっと待ってね。ピルクル飲むわ、ピルクル。社長、今回の、申し込み者3名連れてきました。なんか、拉致みたいなこと言ってんじゃないよ。連れてきましたじゃないんだよ。はいはい、ご苦労様だしの、だもん。だなも。懐かしい、この、なんか語尾。では、寝てるんじゃないか、大丈夫か、これ。どうも、皆さん、ようこそな、語尾読みづれな、相変わらず。僕は無人島移住パッケージを企画したたぬき開発の社長。うん。詐欺師ね。通称詐欺師ね。ピルクル、おいちゅ。さて、ここからちゃんと読みますか。ということで、まず皆さんには寝る場所の確保をお願いいたします。なるほど。僕は、不動産業もやってるから、無人島に立派なお家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを、存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらいました。的な感じ ?OK。どこにしようと。ここにいる、豆吉か、つぶ吉からテントを受け取って、好きな場所に張ってちょうだい。完全にあれだよね。好きな場所って言ったら。とりあえず、おい。とりあえず、おい。こちらがケイさんの、はい。テントいただき、X ボタンね。はい。なんか読んでると長いからちょっと飛ばしますね。地図もお渡ししておきます。かわいいな、お前。
こちらの地図を頼りにここまで戻ってきて、はい、了解です。では行ってらっしゃいませ。貴様からもテントもう一個もらえないから。テントは森の中でも、はいはいはい、はい、あ、なるほど、やっぱ一個っきりなんだね。懐かしい。動かせない動かせない。ふん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 。テントじゃない、地図ってどこで見るんだっけ。ここ、あ、ここか。いや完全にさ、あっち行きたいよね。どうやって行けんだろう。ここはしごかけないといけないのかな。このなんか川と川のさ、なんか、あ、滝もある。へえ。走れ走れ。走れ。あれ、これ繋がってない感じ。お魚さんがいるね。あ、繋がってないな。え、これじゃあ上の方行けなくない？行けないよね。どうやって行くんだろうか。あ、じゃあまあ、お、あ、ここさっきのところか。とりあえずこれ拾えないの。まあいいや。どうしようかな。悩むな。懐かしい。じゃあまあ、じゃあここら辺にしますかね。ここかな、ここで。ほいほい。あ、なるほどなるほどなるほど、そういう感じね、そういう感じね、なるほどね。あ、じゃあここだな、ここだな。オッケー、想像してみる。パパパパパン、ほうほうほう、いいんじゃない？オッケー。適当。適当。いや、テント張るのこれ結構大変なんだよ、本当は。こんなパパッとできるもんじゃないからね、みんな。サバイバル生活やったことある方だったら分かると思うけど、テントって大変なんだよ。ケイさんもテント張り終わったんだもん。そうだよ、お前のすぐ隣や。他の二人が戻ってきてないから、まだ場所を探していると思うんだもんね。だよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないかよ。人がいないかって、だった二人しかいないんやないかい。もう地形とかにいるな、随分と。よっ、おいらは工事言ってんだ。うん、さっき、うん、話しかけたよ。もう忘れたんか、お前。うん。けどもうテントを張り終わったのか。うん、張り終わったよ。おいらは自然を感じられるところ。どこに、テントを張って心と体を鍛えるんだもん。鍛える。例えばこの辺りなんか良さそうに、うん、いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね、うん、もう適当で。イメージ、うん、貴様のイメージはいらん。あ、丸っこいテントなんだね。いいんじゃない？うん、へへへへ、そうだろ。かわいいな、コージ。かわいいな。なんかさ、昔と比べてもうちょいなんか喋り方が日本語に近づいてきてるっぽいね。なんかちょっとニュアンスが似てるね。見てってくれ。見てってくれって。見てってくれ。かわいいな。あともう一匹。すぐ隣やないけー。なんか俺ん家から離れてんな。そう、お前は多分男でいいのかな。あんたは確かあんたって言い方だから、こいつメス。うちはちょいだよ。あ、メスメス、メスだったの。ごめんね、さっきなんか変なナンパしちゃって。さっき変なナンパしちゃってごめんね。うん、このキャラ俺好きだな。目つながっててなんか可愛らしい。Kはどう思う？うん、探してあげるよ。ちょっとお前俺んちの横来いや。あんた、えらく気が強いのね。そうか？よし、あんたを信じて任せよう。オッケー。あ、こんなことができるの。
オッケー、じゃあお前オレンジな。お前オレンジだ。おっしゃ、ラチだラチ。帰る、お前はそこで一人ぼっちで頑張ってなさい。さてさて、オレンジのお隣さんになろうね。まあちょっと木を挟んで、あ、ここら辺でいいんじゃないかな。ここ角っこでいいんじゃない。いいんじゃない、ここちょいのテント。オッケーオッケー、ここでいいんじゃない。てかだいぶいいんじゃねこれ。ここに決めちゃう。こいつも丸いな。ジョイさんのテントの場所を決めた。決めさせる方も決めさせる方だけどなこれな。はい、というわけでまあね、移住してきた3名の方が全員揃いましたと。皆さんお帰りだのも。気に入った場所見つかったかな。なんかチョイの場所が一番いい気がするんだよな。ちょっと失敗したな。さあさあ、それよりこれで無事に寝る場所も確保できたわけだし、今日は親睦会も兼ねてこの広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。キャンプファイヤー、もちろん無人島生活らしく、ほう、必要なものも現地と調達するだも。そうね、よし、それじゃあ、分担はこうするだもん。チョイさん、コージーさん、豆吉、つぶ吉の4人はここで会場の設営、うん、ケイさんと僕は、燃料になるものや食べられそうなものを集める。燃料、なるほど。声をかける、なんかいちいちめんどくさいな、めんどくさいな。さてと、ケイさん、ほい。まず火を起こすときに使う、細めの枝を拾ってきてちょうだい。僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちてる木の枝を、あと10本拾ってきてくれたらいいな。なるほどね、なるほどね。俺パシリね。オッケー、パシリってくるわ。パシリってくるわ。じゃあよろしくだな、もう。あいよー。あいよ、しゃあねえな。しゃあねえな。俺を動かすなんて貴様、マジで。図が高いんだけど。まあ、しゃあねえ。あ、違う。え ?Why?Why? なるほど。Why? 寒いなぁ。おやおや、虫さんが。虫さん。これやってるとたまに蜂さん来るんだよね。で、たまに地面が光ってる場所があって、そこをスコップで掘ると何かしらが出てくるんだよね。あと地面に、あの、なんていうかな、あのバッテン印みたいな、なんていうんだろう、俺今何拾った。俺今何拾った。なんかバッテン印っぽいさ、なんかあるんだよ、模様っぽいのが。それがあるところで、あのスコップで掘ると確か埴輪が出たと思うんだよね、確か。あと化石とか出てたな。懐かしいな、スコップがあるとね、何でもできるからね、このゲーム。このゲームスコップがあると何でもできるから。懐かしい。まあとりあえず拾えるものは拾っておきましょうかね。後々多分なんかに役立つでしょう。で、木の実もどうせ後々あのよこせとか言い始めるだろうから、今のうちにね、まあし、あの、もらえるものはもらっとくスタイルでやっていきましょう。てかもう木の本数数えてないんだけど、今何本 ?11、もういってるやん。もういってるやないかい。いってるやないかい。いや、昔はさ、なんだっけ、シーバスするとさ、なんか鈴木だっけ、鈴木って言うんだっけ、またお前かとか言ってたよね。あ、Kさん、どうやら、無事に木の枝を集めてきてくれたみたいだね。そうだよ、無事にしっかり集めてきたよ。なんかこいつ、掃き掃除しかしてねえぞ、このカエル。しかも、多めに持ってきて、うん、ちょっと一本多かったかな、必要な情報。ほ、あんまり、な、ほ、ほ。ほ。はい。はい、どうぞ。かわいいね、たぬきち。でも、お前が詐欺師なのは俺知ってるからさ、昔から。うん。食べ物を調達。うん、やっぱりな、言うと思ったよ、言うと思ったよ。うん。オレンジに見えたあの実は。ああ、そう。あれ、俺もう持ってんじゃね。
うん、まあできる男なんで、できる男なんで先のことを考えて仕事できる人なんで、ちょっと社会人舐めてもらっちゃ困るよ、たぬきちさん。できる男はね、できるんですよ。自分で言うっていうね。でですね、ちょっとね、マイクをですね、新しいのに変えてみたんですけど、ちょっとか、喋れる隙がねえ。喋れる隙がねえぞ。うん、これで準備は整ったんだもん。お、それじゃキャンプファイヤーに点火します。点火着火、あ、レッツダゴー。改めましてようこそなんだも。僕はこれまでいろんな土地で、商売や不動産をやってきたんだけれども、うん、詐欺師ね、詐欺をいっぱいやってきたね。うん、多額の請求をされたよ。この無人島移住パッケージは僕の、これまでの経験の、集大成として立ち上げた。あ、なるほどね、なるほどね。今まで俺らから巻き上げた大金で、なるほど、島を買ったと、そういう感じね。まあ、島買えるくらいの金は貯まっただろうね。うん、日本中、世界中のやつらからね、びっくりするほどのね、お金を巻き上げてますからね、このたぬきちさんね。うん。アピールくる、うめえ。完全に一気飲みしちゃうんだよね。この無人島の一員として、あれ？よく考えたら、これだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べない。そうね。ピンポーン。僕たち最初の住民でこの島に名前を付けるとも、アダムとイブ、一人一人アイデアを出し合って多数決。負けねえぞ、負けねえぞ。どうしようかな。まあ K の大冒険でいいかな。まあうん、それかアークサバイバルの、トライブチームの名前を持ってきてフリーダムにするか。いやー、いきなり来たな。考えてなかったな。どうしよっかな。いや、まあ K の大冒険が一番妥当だな。 K いい K いの K いの漢字使えないんか。 K いの、どうすっかな。漢字使えない。大冒険ってのもおかしいもんな。どうすっか。どうしよっかな。リアルに悩む、リアルになる。グランドラインとかでもいいんだよ。グランドライン。グランドライン島。あ、ドクロ島でいいじゃない。あ、ごめん、ちょっと声大きかったね。ごめんね。うん、ドクロ島で行きましょう。ドクロ、うん、これでいい、これでいい。皆さん、なんでドクロ島に決まったかって、ちょっとね、びっくりしたんじゃないかなと思いますけれども、ゴジラに関係しているキングコングの、移住している島があって、そこがドクロ島っていう、風になってますんで、ちょっとそちらをね撮らせていただきました。ドクロ島、まあみんなバラバラだろうな。俺と同じ名前のやつがいたら俺びっくりだよ。ドクロ、そうです、そうです、ドクロ島です。おっと、いきなり全員が拍手とはすごいだな。もお、全員が賛成ならもうこのドクロ、ドクロになっちゃったな。ドクロ島の方が良かったな。賛成です。モチのロンだよ。いいね、モチのロンとか言い始めた。なんか俺と気が合うな、マジで。チョイだっけ名前。ドクロ島、ドクロ島だね。いや、完全にできた、完全にドクロ島じゃん。頑張ろう。ここにね、なんか猫とカエルじゃなくてゴリラがいたら完璧だったんだけどな。マジで完璧だったんだけどな、ドクロ島。うん、ドクロ島住民代表。いや、ゴリラ欲しかったな。
このチョイっていう猫とカエルじゃなくてゴリラ欲しかったの。そしたらマジでドクロ島だったんだけどな。まあでもあのあれだね、なんかまあ即決で決めたにしてはまあだいぶいい感じの島名になったんじゃないかなと思います。はい、ちょっと自分的には結構満足のいく名前になったんじゃないかな。うん、皆さんグラスを手に持って、どこに入れとったんでいい、お前ら。お前らどこに入れとったんでいい。うん、フレッシュなジュースオン。ドクロ島と皆さんに幸あれ。幸あれ。乾杯。幸あれ、なかなか聞かねえぞそのワード。幸あれ。幸あっちゃったな。おちょい、うん、ちょい好きだな。まだ会ったばかりなのにこうやって一緒に火を囲んでいると昔からのダチみたく思えてくるしね。来るね。じゃあね。あ、お話を強制的に終わらせる。素晴らしいな。キャンプファイア、キャンプファイア楽しんでるかい。もう楽しんではいないかな。うん、俺はちゃっちゃと自分で黙々とやりたいかな。うん、虫網とスコップ欲しい。あと斧。もう早く無人島生活させてくれ。キャンピングファイルとかどうでもいいんだぶっちゃけ。箱を開けたり物を使うときは A。 なるほど。ベッドに横になりたいときはスティックで寝転がればいいの。ほんならてか埴輪な集めまくりてえなー。あとトタケケとかいんのかな。お疲れ様、あいよ。グッバイ、グッバイ。さてと、あれ、こっからどうすればいいんだろうね。虫さんを捕まえて、お家に飾って、なんかアリさんとか捕まえると、あの他の生物とは違って、なんか、カゴがね、あの縦長の、あのぺっちゃんこのやつになるんでね。初オレンチやで。お、ダンボールが。サップ系、サップ系だな。あ、違う。あれれ、封鎖してまったぜ。ちょ待てよ。よかった。え、待って、これどうしろと。マジ。マジ、なんか、やらかした感がある。おー、よかったよかった。回せないんだ。うん、まあ。あ。もういいや。もういいや。最初なんてこんなもんだろ。もういいや。あの、実況外で、あの、黙々とちょっと綺麗にやっておきますんでね。まあ、次の実況には多分、だいぶいいお家の中身にはなってるんじゃないかなと思いますんでね。ああ、ベッドで急にこうなるか。うん、入り口塞ぐわね。お、うわ、懐かしい。え、待って、感動。ペピポーペピプペポミポミペペピパーパピポピーペペポミペポパポペピピピペピピパパパポパピパピポポポピパピピパピポパポパパピポピペペピポピポピポオトゥ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 。懐かしいね。うん、まだ聞きたいなこれ。いや、今のこのね、あのユケケケライダー、あの知ってる？みんなユケケケライダー、この神曲。いやー、もう最高、もう毎日聞いてたもん俺。
ゆけけけライダー、ハニワもね、一緒にね歌ってくれるんだよ。ポンポンって。あれ、イルスしようぜ、イルスしようぜ。ちょっと俺まだ寝てたい、俺まだ寝てたい。まあでもちょっとね、時間もいい感じでね、結構長々とやってしまったんで、ちょっと今回はねここら辺で終了していけたいかなと思います。まあちょっとね、今後は多分次の動画は多分だいぶちょっとガラッとね、変わった感じになると思いますけれども、まあはい、そんな感じです。はい、いやー、まあ、あー楽しみだなー、てかもうすでに楽しいな。うん、はい、というわけで、じゃあ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。